いてるときに冷たいスポーツ飲料いいですね。あ、こんなとこ神社あんだ。車で走っとったら絶対気づかんな。で、北頭ですね。この交差点って言ったら全然何回も来たことあるとこですけどね。かっぱ寿司がある、すげえ。今や幻ですもんね、かっぱ寿司。こんなとこ人渡らんと思ってますからね。そうですやと。それで東又兵衛町、南区東よく分からんですね。北頭、こいつは金山の方に行くやつかな。どこまで行く、荒玉橋か。19時、そっちの方行くやつか。で、これで日本橋ホールですよね。で、もうちょっと行ったところに片目がありますよと。すげえ、もう今や活発し、本当に見なくなっちゃいましたからね。ここは生き残ってたんですね。よかったですね。私もだって今すで、あと一番近くで鈴鹿か、鈴鹿に残ってる店まで行かないですもんね。遠いな。で、日本菓子スポーツプラですね。でかい施設だ。確か B リーグの試合とかここでやってなかったっけな。まあ立派な施設ですからね。お、宝ユートピア。あ、ユートピアか。そっか、こっちか。ユートピアね、お風呂ね、あ、いいな、いいな、もう汗かいてますからね。で、ユートピア宝だったらお泊まりやってるよね。あ、信号が赤になってユートピアさんの方に、行くしかないですね。青信号になりますもんね。そうかそうか。あ、また行ってしまった。ユートピアさんに近づいて行ってしまう。いや、もう温泉の魅惑にこれは、あ、やばいぞ。ああ、そっか。温泉か。あ、いいな、温泉いいな。汗べっちょべっちょだもんな。どうしようかな。あ、でも今温泉入ったら7時半か。いや、ユートピア行くんだったらもう夜中まで入りたいもんな。ああ、そうだな。こっからまで四日市まで電車で帰らなあかんからな。そうすると1時間ちょっとしかいられないでしょ。ユートピアさんどっちかっていうと、もう1日かけてね、出力よとかオールナイトも確かできるんじゃなかったっけな、っていうような施設ですからね。
あとそっか、どうせお土産買ったりして散財したから今手持ち残ってねえか、はい、あれなんか、こんなところに橋あるんやと思った。これ違うわ、あれか、JR またいでんだ。じゃあもう駅近くだ。高田グループのマンションがあって、あそこがユートピア、ユートピアか。逆に光温泉のね、光温泉は光温泉なんですけど、700円ぐらいでねパッと入ってくるタイプのところやったらね、これ結構迷わずに入っちゃって入っちゃうだろうなっていうところですから、ユートピアだと思うな。こっちから向き合うね、こっちから行けたっけ、こっちか、あーそうだ、完全に裏口か、そうこっちだ。なんかパトカーが止まってる、何事だ。でこれがユートピア、あこれはじゃこれはホテルか、パサデラホテル、ビアガーデン、アンプリアガーデンとかやってるのね。あなんて魅力的。あら、いいな。へえ。へえ。ビア、ビア。普段全然ビール飲まないのに、なんだ今この目の前に見えるビアガーデン、めちゃくちゃ最高に美味しそうにビールが見える。これちょうどいい気温なんだよな。ちょうどいい気温。外で飲むのには暑すぎるとね、それ、まあ、それでしんどいですけど、いい具合の温度ですし、でいいぐらいに歩き疲れてますし、ああさすがに、さすがに魅力的すぎるぞ。ああどうして、どうしてです、車で。あれなんか変な